はい、こんにちは、タカです。昨日は相場のターニングポイントになってきそうな、そんな一日になりました。円の方に調整入りました。ドルの方にも調整が入りました。ですからドル円なんか大きな動きになりましたけども、ドル円だけではないですね。黒線、あとはドルストレート、このあたりも見るべきポイントたくさん出てきましたんでね、まずはその環境の把握していくのが大事になってくると思います。早速チャートの方、まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。昨日の冷やしですけども大陽線ですね。決してユーロそんなに強かったわけではないんですけども、ただドルがすごく弱かったです。結果的に流れを止めたというのがもうはっきり見えましたね。下落トレンドがここにあるわけですから、流れを止めたんであれば次は波の反転が見えてくるかも。さらにこの流れが止まった場所、1.08 近辺になってきますけども、はい、縮尺の方を少し小さくしています。大きな下落の流れが止まって今は調整局面を見てるんですね。現在地というのはこのレンジの下限での攻防になっています。少し抜けたりもしたんでね、このあたりの動きが少し難しい動きだったと思いますけども、昨日のこの陽線でこの底堅さというのが見えたように思うんですよね。レンジの下限、安値圏で底堅さが見えたんであれば、次の流れはレンジ上限を目指したロングということになってくるんかなと。もちろん1本でポーンと上がるなんて思えないですね。上げ下げしながらということになってきそうですけども、この大きな環境を見ていけば下の方から買いが入ったという事実が昨日のこの冷やしで見えたことになりますんで、これもかなり大きなポイントになってくるんじゃないかなと。ユーロ自体そんなに強くはないですから、一方的に上がっていくかというと少し難しい部分ではあると思いますけども、今はドルの方にも調整が入っていますからね。ドル売りが続くんであればこの上昇はしっかり見ていくことになると思いますね。昨日の冷やしは直近の高値も全て抜いてきています。特に悩ましい環境だったこの先週金曜日、グッドフライデー下の方に抜けたという動きがありましたけども、その時にサポートされていた場所、これが 1.08 の20とか30あたりになってきますけどもね、昨日はこのポイントも抜いたというのもすごく大きいと思います。今後はこのあたりをサポートとしてロングを見ていくことになるかなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。先週金曜日ですね、このサポート終わったから売りのトレンドを見てたわけですよね。ただこれをどこまで信用していいのかなというふうに少し悩ましい部分でもあったんですけども、昨日でこれはもう一つの決着じゃないですかね。このサポート割れた動きに関してはしっかり戻してきましたんで、今はこの赤い下落トレンドではなくてこの上昇トレンドを見ていくことになるんじゃないかと思っています。短期足では下の方でしっかり足場を作ってネックを抜けたという状況にもなってますんで、サポートの候補としては最初にこのネックラインは見ていくことになると思います。このネックは過去にサポートされていたところでもありますからね、かなり重要なラインになってくるんじゃないかなと。これ高値圏で少しこの辺小さな足場なんかも作ってもいますけどもね、この足場のおかげサポートされていたところも 1.08 の20-30あたり、今後もこのポイントもしっかり見ていくことになりそうですかね。ユーロがそんなに強くはないですからね、勢いよくドーンと買いが入ってくるかと言われると、そこは疑問が残るんですけども、ただチャートの方はもう綺麗な波の反転の形が見えていますんで、この形でショートを見ていくというのはなかなか難しいんじゃないかなと。見ていくんならばせめてこの 1.08 の20-30、このネックライン、このサポートを割り込んでから改めてまた見ていけばいいんじゃないかと思います。それまではロング目線ですね、青い上昇トレンド、これをしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。このユーロ円も強い上昇トレンド見えてるんですね。特に一昨日ですか、レンジからブレイクしたというこの事実がありますから、基本的にはもう全然買い目線ですね。どこで買っていくのかというのを見ていくようなチャートだと思います。ただ昨日の冷やしですよね、これ高値更新しませんでした。139円というのは一つの壁になってくるかも。流れが止められましたから今後は調整局面を見ていくことになります。調整ですから僕はまずはレンジを疑っていきますんで、この下のサポート探しが最初の仕事になりますね。ただこのサポートを探すにはどうしても時間がかかります。その間は短期足でこのサポートを探していくことになりますけども、今のところまだサポート見つかってないような状況ですからね、ならばショートを見ていくというのもありだとは思いますけども、ただこのユーロ円は僕も少し環境難しいと思ってるんですよね。一つにこのユーロの存在、ドルも今調整に入っています。ドル売りですね。ということは相対的にこのユーロにも買いは入りやすい環境なんですよね。それでも円がかなり弱ければ上昇も見ていけたと思いますけども、この円の方にも昨日調整が入りました。当然今後はもう買いが入ったり売りが入ったりという値動きを想定して見ていくことになります。円は若干の強さも出てくるかもということですね。ということはユーロも強い、円も強いということになって動かない環境というのも出てきやすい。環境としては動きにくい環境ということを想定。チャートの方からも今はレンジ相場を想定ですから、あまり大きなトレンドを今期待しているわけではないんですよね。
個人的にはドル円なんかもう少し大きな調整になってもおかしくないかなと思いますけどね。このドル円とクロ線を比べた際に、同じような動きにはなってこないかも。ドルが絡んでいない分、そこには少し差が出てきてしまうかもしれません。この円の調整の動きを今見てる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、この円の調整を見ていくんだらば、今はもう王道ど真ん中のドル円を見ていく方が僕もいいように思います。黒線も円の調整が強く出てくれば、まあ下がってもくるんでしょうけどもね、値動きは少し難しくなってきやすいのかなと。ブレイクしたというこの事実も見えたところですから、これ週足なんかももうしっかりブレイクになってるんですよね。環境としてはもう全然ロングの環境です。ただそれでも円の方に調整が入ってしまいましたから、まあロングも少し難しいということで、であればもう様子見になってくるんじゃないですかね。無理に売りを狙っていくようなチャートではもう全くないと思いますね。ユーロ円も様子見になってしまいますね。139円は一つの壁として見ていくことになりますから、問題下のサポート探し、もうこれだけはしっかりやってはいきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。このポンド、夕方までかなり上値が重かったんですよね。まあ少しうんとも思いましたけども、最後になんとか買いが入ったことで、前日の高値もしっかり抜けてきました。この動きによって見えてきた事実があります。まずは 1.30 ですね。これサポート1回2回と、これ安値を試して抜けなかったんですよね。抜けなかった事実からの波の反転、まあ、当然注目していくことになりますし、そもそもこの 1.30 というサポートですよね。はい、こちらが縮尺の方を少し小さくしています。下落トレンドが見えてますけども、現在は流れが止まっての調整局面、現在地はこのレンジの下限での攻防ということで、下限でしっかりサポートされたというのが、これが事実ですよね。であれば次はレンジの上限を目指した買いというのは、これはもう当然意識していくことになります。そしてまあ買い方にとっての根拠崩れはこのサポート割れですよね。もうこれ割れてしまったらもう下落の波が見えてしまいますんで、買う根拠はもう全くなくなってしまいます。ということで、まあ 1.30 この辺りをバックにロングを見ていくのが、まあ基本的な流れになってきそうですね。昨日のこの日足一本の陽線によっていろんな景色が見えてきています。基本的にやっぱり上の流れですよね。レンジ加減のこのサポートの強さを確認したということになりますんで、目線はロング、目標はレンジ上限 1.32 あたりを目指したロングということになってきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。日足サポート、そして直近の安値ということで、まあ、1.30 少し割れたところですかね。このあたりがサポートに今なっています。そもそもこのポンドに関してはここの部分ですね。これがもう直近高値を抜いてきてますんで、この上昇に対しての押し目買いという環境だったんですね。これも割り込んでいれば少し苦しかったんですけども、サポートされたということで、しっかり押し目買いが入ったという流れでもあります。まあ、サポートされたんであれば、直近のこの戻りの高値を目指した上昇というのはもうこれは自然に見ていくことにもなりますし、細かいところを見ていけば、1回安値を試して、2回安値を試して、そして3回安値を試して結果抜けなかった、その波の反転、ネックラインも抜けてきています。もう3回目安値を試した底堅さというのは当然意識されてくることになると思いますし、まあ、それでも割ってくるんであれば、これも諦めもつくとも思います。トレードとしてはもうこの 1.30 あたり、このあたりバックにロングという流れが見えてきますね。今見ているのはこの上昇トレンド、調整で押しが入ればまずは拾っていきたいということにもなります。この現在地から見ていくと 1.30 がもうかなり離れてきてますんでね、リスクが大きくなってきています。サポートとしてはもう少し近くにサポートが欲しいですから、まあ、そういった意味ではこのネックラインを利用していくのも悪くはなさそうです。ネックラインが 1.30 の40あたりになってきますんで、このあたりをバックにロングを見ていくのも一つの手ですね。基本的にはやっぱり買い場探しということで、まあサポート探しにもなってきますね。高値をつかむのは慎重になりたいです。ただまあ押しが入ってくれば一旦は拾ってはいきたいですね。もともとはポンド自体も決して弱くはないです。ドルの方に調整の売りが出てくるんであれば、強弱の差も出てくるかも。昨日は少し上値も重かったんですけどもね、ただまあ最後に抜けてもきましたので、今日の動き、これ注目はしたいですね。上の方がもう開けてますんで、まずは直近高値を目指したロングを意識して見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、円があれだけ強いとね、まあ、少し売りの流れになってしまいますね。ただ黒線というのは全部上昇トレンドです。ポンド円はもうその中でも一番強い通貨になります。昨日も売りの方は入ってますけども、こうやって引いてみてみると大した売りでも何でもないですよね。まあ、それでもこの上昇を一旦止めたというのは大きいと思いますから、僕なら今後はもう調整の形を見ていきます。調整ですからまずはレンジを疑っていきます。そのうちレンジ高値、これも167円の真ん中あたり見ていこうかと思いますけども、問題はこの下のサポートで全く見えてないです。今までは強い上昇トレンドが日足で見えていましたから、積極的に買っていくで問題なかったと思いますけども、もう今は調整局面ですから簡単には買えない。
信頼できるサポートをまずは探すところからのスタートですね。昨日は売りの方が入ってますけども、一昨日の日足の安値すら割ってないですからね。まだまだチャートはすごく強いと思います。一方的に売りを見ていくようなターンではまだないとは思いますね。多分まあその背景にあるのがこのポンドの強さの部分じゃないですかね。まあドルに売りが入ってくればこのポンドにも相対的にも買いは入りやすい状況にもなってきます。ポンドドルを見ても今上の流れ見てますからね。このポンドには買いが入ってくると、ポンドに買いが入ってきてしまうと円の方に買いが入っても強い通貨同士のペア動かないんですよね。僕はポンド円調整の形は見てはいますけどね、売りのターンというわけではまだないように思いますね。一旦流れを止めただけ。どちらかというと押し目買いを見ていく方が優位性は高いようには思います。ただまあそれでも買っていくためにはまずはサポートを探していかないといけないですから、どうしてもやっぱり時間はかかりますね。そこは慎重に見ていくことになると思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ても強い上昇トレンド見えてますけども、さすがに少しこの辺りから上値が重くなってきてますね。168円に乗せたところはもう完全に上値が重いってこういう形になっています。抵抗帯は167円の中盤から後半あたりですかね。対して下のサポートを探していくのがすごく大事になってきますけども、4時間足ずっと陰線ですからね。まだ流れは止まっていない。ここで少し陽線出てますけどね、もうこれは明け方の動きになりますんで、出来高もすごく少ないですから、まずはこの下のサポートというのが本当に効いてくるのかどうか、これを確認することから始めることになりそうです。調整局面、僕はもうレンジを疑ってきますんでね、この上下の壁探しが最初の仕事になってきますね。現在ではまあポイントは166円の後半あたり、このあたりのサポートの候補として今日は少し見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。このゴール、一つの目標には到達したんじゃないですかね。上昇トレンド見ていますけども、今は流れが止まって、そしてサポートも割り込んできています。今見ているのはこの高値からの売りのトレンドなんですよね。このポイントは戻りの高値なんです。抜けてくれば少し波の反転も見えてきてしまいますんで、売りを見ていくのは相当難しい状況になるんですよね。ということはまあそれなりの抵抗も出やすい場所になります。まあ、場所的にはショートも一向ですよね。戻り売りを見ていくような場所にもなってはくると思いますけども、ただこの戻りのペースが相当早いです。昨日そしておとといもそうですけどね、5ドルにかなりしっかり買いが入ってきています。少し前までこういった値動きたくさんあって、その度にまあ注意喚起はしてたんですけどね、サポートを割れた売りのトレンドに対して強い戻りが入る、この戻りに対してショートを見ていくのは気をつけたいんですよね。まあ、決して間違いではないですよね。抜けているわけですから下落トレンドを見て戻り売りを見ていく、決して間違いではないと思うんですけども、強い戻りが入って、そして押しが入らない場合、これは戻り売りをする人がたくさん出てきますから、短期のショート勢を捕まえてしまうんですよね。こういった環境で直近高値これ抜いてきたらどうですかね。ショート勢にとってはもう苦しいポイントになってきますから、買い戻しにも迫られる、強い上昇トレンドがここに生まれてしまうかもしれません。当然まあショートをしていくんだらこの動きに備えないといけないですから、まあ、売っていくんだれば一旦流れが止まったという形が欲しいところ、昨日の日足を見ても全く流れ止まってないですからね、まあ、すぐにショートというのは少し難しそうです。となると目線としてはロング、深い押しが入ってしまうとそのショートの逃げ場を与えてしまいますから、この深い押しに対してロングを見ていくつもりは全くないんですよね。見ていきたいのは浅い押し、すごい近くにサポートなんかが見えてくれば、これは一回はロング見ていきたいですね。狙うは高値更新ですね。抜けてくれば少し走る場面もあるかもしれません。環境としてはサポート割れていますから、今のところ5ドルの売り目線、これはまだ変わってはいないですけども、これもここ明確に抜けてくると考え変わってくるかもですね。まあ、そういったギリギリのところ、ブルベの分岐点にはなっていますね。昨日までは強い上昇トレンドしっかり見えています。流れも全く止まってないですから、今日も僕はロング目線、高値更新、これを意識して値動き見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。サポート割れた売りのトレンド、まあ、チャートはすごく弱いですよね。なので戻り売りを見ていく、まあ、全然間違いでは全然ないんです。ただ結果としてはなかなかこう下がってこない。貯金高値、ネックラインも抜けてきています。戻り売りが入る、戻り売りが入る、でもなかなか下がらない、まあ、ショートがすごく捕まりやすい状況ですね。今の波というのはこういった上昇を見ています。深い押しが入ってしまうとそのショートの逃げ場を与えてしまいますんでね、これは上値が重くなってしまうかもしれませんから、これをロングで見ていこうと思わないんですね。あくまで短期的な押し、小さな押しが入ってくればこれは狙っていきたいなと。今日はなんとかこの近くにサポートを見つけていきたいですね。狙うは直近高値のブレイクということになってきます。ただ現段階ではこれ抜け期待になってしまいます。抜けなければ売りの方入ってきてしまいますんでね、その点注意ですね。今苦しんでるのはもう短期のショート勢だと思いますんでね、そういった苦しい勢力が見えてくると、それとは反対の勢力意識して値動きを追ってはいきたいです。今日はこの近くのサポート、これをしっかり探していくところから始めていきたいと思います。
相変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円もチャートすごく強いですね、上昇トレンド。おとといですね、レンジからようやくブレイクしてきました。これ5ドル円をショートしてる方はかなりストレスあったんじゃないですかね。まあドル円あれだけ下がっています。円の方にも調整入っていますから、下がっていてもおかしくはなかったですよね。ただこれ事実は下がってはいないです。背景にあるのは5ドルの強さですね。ドルの方に売りが入ってしまったがために、まあ、他の通貨にはまあ相対的に買いが入りやすい状況というのはあると思います。さらに5ドル円は直近高値、レンジからもブレイクしてきています。5ドルドルも波の反転も見えたりもしてますんで、5ドル自体が少し強い流れになってきてるんですよね。まあ、そうなると円の方に買いが入る、強い円になったとしても5ドルも強いですから、強い通貨同士のペア、まあ、当然動かないですよね。ではこの5ドル円は何を見ていくのかですけども、まあ、様子見になってしまうと思いますね。まあ、強い通貨同士のペアということで動きにくいんですよね。トレードはやっぱり強弱の差を見ていくことになりますから、今のこの相場環境に5ドル円は合っていないように思いますね。レンジからのブレイクがあれば次の流れも見えてはくるんでしょうけども、少し時間はかかりそう。これはユーロ円やポンドでも同じような環境なんですけどね、この円の調整を見ていくんであれば、黒線を見ていくよりも、まあ、王道であるドル円を見た方が僕はもういいように思います。そしてまあこれだけチャート強いわけですからね、もし円の調整が終わって円売りが再開されれば、上の方に抜けてくるかもですね。これショートは十分注意した方がいいように思います。今のこの5ドル円は強弱の差がすごく生まれにくい環境だと思いますんでね、僕はもう様子見で次の流れをしっかり見ていきたいと思います。はい、ということで、まずはこの円が絡む通貨、円の方に調整の買い戻しが来てますんでね、黒線なんかも売りの方が出やすい環境だったとは思います。ただ同時にドルの方にも売りが入ってましたんでね、まあ、そうなると相対的に他の通貨には買いが入りやすい。黒線というのは円買いが起こった割には下がりにくい環境になってしまってるんですよね。わかりやすく言うと、まあ、強い通貨同士のペアになってしまってるということです。値動き見ていくのはまあ難しそうですね。まあ、円の動き見ていくんであればドル円が王道になってくると思いますね。では何を見ていくのか、僕はやっぱりこのドル絡みに注目したいですね。どの通貨を見ても近くのサポートが見えていて、そして波の反転の形も綺麗に出てるんですよね。これはもう高値更新をまずは見ていきたいです。さらにはこの辺り冷やしレンジの下限、安値圏でもありますんでね、もしサポートが強いと、分かればこれは買いが入りやすい環境だとも思います。本音も全く同じですね。 1.30、 この辺りが冷やしレンジの下限、そして2回安値を試して抜けていない。見ていきたいのはロングということになってきそうですかね。まあ、円絡みの通貨に対してまあそんなにボラが大きいわけでもないですけども、ただその分トレードのしやすさはあるように思いますね。目線はロングで高値更新は意識したいところです。そしてこの5ドルドルだけが環境少し違ってたんですよね。売りの流れを見ていたわけですけども、これも一旦流れを止めて、そして戻りの高値の攻防になっています。買い戻しの勢いも強いですからね、短期のショート勢を捕まえている状況も見えています。戻り売り、これも間違いではないと思いますけどね、ただまあ個人的には一旦は買ってはいきたいですかね。まあ、深い押しがなければ、近くにサポートが見えれば、これはもうロングは意識して見ていきたいと思います。今日はこの円が絡む通貨に関してもドル円に集中、加えてこのドルストレートの通貨を合わせて見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式についてはビズ動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。